皆さんこんにちは。万歳妖艶のチャンネルをご視聴ありがとうございます。チャンネル登録も増えてきて感謝しています。今回の動画は色鮮やかな桜や菜の花、春を迎えた西成のドヤ街を歩いてみて、改めてそのディープさに感心してしまったです。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳妖艶です。万歳妖艶の一時帰国、今回は西成ドヤ街の歳時期です。冬を越すのが一つの試練と言われるドヤ街にもようやく春がやってきました。満開の桜や咲き誇る菜の花、明るい日差しの中、街のありように改めてこの街が語りかけてくるものを感じました。今回の動画はテロップなどを入れていません。ドヤ街の雰囲気そのままをご覧になってください。西成に菜の花が綺麗に咲いています。西成のドヤ街です。風も強い。でもニャーゴちゃんはいない。あ、地べたに座ってお酒飲んでる人いる。三角公園でした。だいぶ散ってるね。これは物々しいな。大阪府公安委員会、西成のね、一コマですね。町を掃除する人たちがね、見回りも兼ねてるんでしょうかね。いい天気です。これはすごいな。2畳500円より要旅館。今回万歳妖艶がお世話になるのは初めてのこのホテル加賀さんです。以前トライしたんですけどね、やっぱちょっと周りよりちょっと高いんだけど、今回なんかすごく安く、予約することができたので、いよいよやっとご縁が来たという感じですね。今晩から、ご飯かな、お世話になる、お宿です。初めて発見しました。にゃんごちゃん、お元気ですか。あんたすごいね、毛並みがね、灰色でね。ん、みゃんみゃん。はい、にゃんごちゃん。西成のニャーゴちゃんです。はい、バイバイ。不滅の西成。ねえ、ニャーゴちゃん。逃げなくていいよ。ああ、そこにもいる。おやめ。クロニャーゴちゃん。おー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 おお。行っちゃった。あれ。あっという間に行列の。これだけ並んでます。
1、2、3、4人、あ、そうか、さばいてるお客さんが少なすぎるんだよね。はい、また来ました、スーパー玉で天ヶ茶屋店、今池店はずっと向こうです。向こう、やってまいりました、スーパー玉で、スーパーというかね、ほとんどパチンコ屋さんじゃねえかっていう感じがするんですけどね、れっきとした大阪の有名なスーパーですよ。安売りを激安よ。で、向こうが山木と。にゃんごちゃんまだいたね。にゃんごちゃん。みん。お元気ですか。日向行けなんで、この日陰ないで。にゃんごちゃん。はい、バイバイ。西成のにゃんごちゃんでした。